えーと、他人の意見に左右されて落ち込む性格を直したいです。自己肯定感を高めるために自己啓発本を <laughs> 読んでいましたが、えー、とね、うん、まあ、い,いや、自己啓発本を読んでるような人に、なんだろうね、あの、自己肯定感高い人はいないよね。<laughs> 自分に自信がある人は自己啓発も読まないもん。<laughs> もう、自己啓発も読んでる自身で自信がない人じゃないですか。だからその、そもそも自信がある人がやらないことをやってる時点で、自信がある人は慣れないと思うんだよね。まあ、い,いや。えっ、ー、と、結局自分を認めてるのが、たかが自分なので価値がないなというロジックを見つけてしまいました。正確なので治らないよというひろゆきさんおっしゃりそうですが、他人の意見で萎縮しない生活の方が人生楽そうなので、こつがあれば知てたたいです。小学生に対してマウンティングしてみてください。そこら辺で遊んでる子供に対し してマウンンティングみたいなで、例えばその、小学生が咀嚼芸とかってなんかあの、子供同士で見せてたりするのかあるじゃないですか。で、そこにハイ課金して、めちゃめちゃいいキャラとか出してみてください。そのパズドラとか一生懸命なんか、あの、無料の石もらって、こう、増やしてるところに1万円課金とかしたのでキャラ見せると、すげえってなるじゃないですか。要はその、自分が勝てるところで勝てばいいんですよ。 だ小学生に対しては、あの、1万円払うだけで勝てるわけじゃないですか。なので、その、自分が勝てる分野でだけ戦うっていう。その、僕はあの、講演会をしないっていう話をなんか前にもしたことあると思うんですけど、あの、僕、その、他人に聞かれて喋るのは得意なんですけど、一人で喋り続けるのできないんですよ。なので、それやらないんですよ。 自分が不得意な分野で戦わなくて、得意なところでしか戦わないっていうのをやってるので、勝率高く見えるんですよ。自分が得意な分野だけ戦ってください。仕事とかでも、この仕事だったら自分が得意だよねっていうのがあれば、もうその得意な分野だけやって、他のは嫌苦手なやです,すいませんっていうので、今その自分が不得意なものができないのは当たり前で、私はここが得意なんだから、ここの面に関してだけ評価してください。あとは知ったこっちゃないっすっていう。なんで僕、あの、遅刻をよくするんですけど、遅刻をいくらしても、 別に僕はそれで自分の価値が下がると思ってないんですよね。 僕と打ち合わせをする人って何かしらのその、まあ企画をしたりとか解決策をしたりとか何かその問題があってそれを何とかしたいと思ってこう僕が呼ばれるんですけど時間通り行こうが会議終わり残り5分前に行こうが問題が解決すればその人にとっては満足なんですよなのでその1時間のミーティングで残り10分でも解決すれば OK じゃないですか時間通り来たとしても問題が解決しなかったとしたらそれは意味なかったねこいつものんだよねってなるじゃないですかなので 時間通りに行くことってそんな重要ではないと思うんですよ。与えられた問題をいかに解決するかか、もしくはその解決しなくていいんじゃねそれっていう話にするのか、っていうので、その、何らかしらのその、僕に相談することで得られたものがあるかどうかが重要で、時間通りに来たかどうかはそんなに重要ではないと考えてるんですよ。時間通り来れなかった自分は価値がないんだって思う人もいるかもしれないですけど、そうじゃなくて自分の得意分野で戦ってるので、不得意な分野に関してはどうでもいいっすっていう方が、 行きやすすいいいんじゃないかなかと思いますけどあの自分の得意分野がないんですっていう人はまあ結構いるので、その自分の得意分野をどう作るのかっていうのにはなると思うんですけど、世界一を目指す必要はなくて、自分より弱い人がいるところに行くと、自分はトップになれたりするわけですよ。えっと、偏差値50ぐらいの人って超普通じゃないですか。 でも、偏差値45の大学に行くと、頭がいい部類なんですよ。だって周りの人偏差値45なんだもん。その、今日本に住んでらっしゃいますけど、英語圏とかで働くと、そのめちゃめちゃ優秀な世界中からのエリートが来るので、そのインド人のエリートとか、そのなんかイギリス人のエリートとか、アメリカ人のエリートとか、ドイツ人とかフランス人でも英語喋るようなやつとか来ちゃうので、その英語圏ってめちゃめちゃエリートが来るんですよ。で、日本人って所詮1億人しかいないので、あの、日本人のエリートっつっても単なる1億の中のエリートなんですよ。 なので、あの、実はぬるいんですけど、でもなんかエリートずらしてるじゃないですか。たかが日本で成功してるだけのくせに。要は、自分がその狭い、その池に入ってるってことを本人が思ってなければ、すげえ大成功感って出せるんですよ。なんかその、じゃあ、日本の IT 企業で大成功してお金持ってます、なんか何百億円持ってますっていうのは、日本の中ですごいねってなるんですけど、アメリカとか中国って何百億円持ってる人が死ぬほどいっぱいいるんで、何百億円持ってるぐらいで、そこまでチヤホヤされないんですよ。もっとすごいやつが いるからでもなんか日本のメディアとかにはなんかそのなんか金持ち社長とかってこうちょこちょこ出てきたりするじゃないですかっていうのがあるのでそのあの狭い池に入ってその中でブイブイ言わせるっていう方が人は幸せになるんじゃないかなと思いますけど自己肯定感が低いと感じていて何に達しても自信が持てません社会で生きていて不安です自信を持つことや自己肯定感を上げるコツなど教えてください自信に根拠がある人って結局自信を潰されるんですよね なんか、例えば、その、俺頭がいいんだ、っていうので、東大生行きまになりました、と。でも、その、東大に行くと、周りみんな東大生じゃないですか。なので、その、東大に入った俺っていう自信の源は、周りみんな東大生っていうことで自信ゼロになるんですよ。 っていうのがあったりして、その、自信って根拠があると、結局その根拠が崩れた時にきついですよね。例えば若くて可愛いが自信の源な人って、若くなくなると可愛くなくなるので、情緒不安定になったりするんですよ。昔は可愛かったんだろうね、この人みたいな、メイヘルみたいな人って、まあ、ちょこちょこいるんですけど、30過ぎると。ああなっちゃうんですよね。 なので、その、自信を持つ自己肯定感を上げるとかっていうので、何かを実績とかじゃなくて、なんか毎日やってて楽しいことっていうのをちょっとずつ探してみるといいと思うんですよね。なんか僕、その、あの、水をずるずる吸って飲むのが好きとか、あの、ヨーグルトを作って食べるのが好きとかっていうのがあるんですけど、っていう感じでなんかその、自分がこれやると楽しいっていうのを毎日やることをなんか5個ぐらい見つけて、それをとりあえずやっとくと幸せになりますよ。